あ,のあれですか、キャッチャーやってる時にずいぶん長島なんかにぼやいて、ずいぶん三振させちゃったらしいじゃないですか。まあ、次、何がくるぞみたいなことって。僕は若い頃レギュラーで1軍で出た頃ね、阪急、うん、にベテランのキャッチャーで山下さんっていうのがいたんですよ。はいはいはい で私はバッターオフされてこう集中して構えてたらね、はい、それも4番バッターですよねまだまだあの6番か7番かそんな頃ですそれじゃその山下さんが私に一言ポツンと言ったんですよ、はい、あれお前構え変えたのかっていや <laughs>、えー、俺変えてないけどこ <laughs> の一言が気になって気になってねほんでどういう風に構えたらいいか、うん、なんか迷っちゃう。<laughs> こ,こで冷静になって終わって考えたらあらいい手だなと思ってなるほどまあその山下さんとキャッチャーそれは計算して私にそう、ね、そうと支えたかどうかは知りませんけどこれはいい手だと思いましたねそりゃまあね一言構え変わってもいないなのに構え変わったなって言われたら気になる, <laughs> 気,になる気になりますね、ええ、お前ら算数ンス変え,変えたなとかね、うんうん よくもう余計なこと言わん方がいいねど。一言でもまあ一切そういうささやきが通用しなかったのが長島っていうのあそうなんですかまず長島にしゃべるでしょはいバッターオフサー地ならしして足場作るのにねその時間帯にいろいろ話しかけるんですよ長島さん聞きそうにないもんねなんか しょうさん最近銀座出てんのって言うと「ノブ、うん、さんこのピッチャーどう?」なんてそんなこと聞いてない」王さんは王さんで確固たるものがあって、まあ、王は人がいいから会話になるんですよところが彼らもうあの集中力がすごいですねあかバッと足を上げた瞬間にね、はい、すごい迫力ですよこの二人には何を支えてもダメだから それで先ほどのお話のように選手27年監督24年えかかって今度は今日は「リーダー論」という本をご紹介するんですけどもまあ長い時間がかかって出来上がった本のということですよね、うん、まあなんそんなもの出す資格はないと思いながら出版社の方からえらいしつこく頼まれるもんですからじゃあまあ一緒にやってみましょう子供 うん、育てる親とかだと、うん、なんかすごく心に響く言葉が多いです、うん、例えばこう,う教えすぎず気づかせよとか <laughs> そりゃそうだけどう、うん、確かにそうなんだようるさく言うと、うんうん、まあ私も選手の指導でも何でも基本的には本人に考えさせる、うん、答えは本人に言わせるっていうか考えさせるという、うんはい、そういう思いで指導はしてまして、うん ヒントだけは、うん、あ与えるっていうのをしてましたけどね、うんはい、えこの本の中でしたっけえ,え江夏さんなんかにちょっとリバウンこを与えて当時はね、えー、彼は阪神どうしてトレード出されたか知りませんけど、はいまあ、縁があって、はい、私は何回というチームにいて、はい、えな、ー、つをトレードで取ったんですけど、うんうん まあどう私を受けてても何しててもねもう全盛期のエナスなんていうのはどこ行ったんだってあの快速球はどこへ置いてきたんだっていうのはねうもうフラフラ球ですよ早くないんだ全然遅いほん、はい、でいやスパリングのバッター連中はもうエナスってらは快速球と思ってるから、はい、勝手にこう、うん、快速球を想像してる、はい、一向に来まへんそれなかなかタイミングが合わずにね、うんはい でももう一回りするとそれはもうすぐ覚えられちゃってかつてのエナつじゃないっていうんで、はい、んんそれでまあ,あの通力しなくなりましてねこれで、こらやっぱりちょっと思い切って変えた方がいいな天気が来てるなというな思いをしましてね本人ともうお前先発完投無理やでっていう、うん、でもあの頑固な人からそう簡単にはいかない顔見るたんびに言ってたんですけど嫌、はい、だって。 いやだ先発やらしちゃ嫌だって言いますよ、阪神から何回トレードされて恥かか,かされてね、ええ、先発からリリーフで、また俺に恥かかせるのかっていうことを言うんですよ、なんで恥なんだよって、ええ、これからの先、野球界ね、先発、長次、逃げ切り、リリーフというに、必ずこういうシステム化になるから、おっしゃる通り、今、そうなってますよね、ええ。その頃はリリーフってのはたら、もう二流投手というイメージでしたから、うん。そうですよね それでまあ、でもう私もぽッと、うん、口をついて出たんですけど「はい、お前ブリリーフの分野で革命を起こしてみって言ったんですよ、はい、そしたら「革命か」<笑><笑>おお革命じゃ」ってっ <laughs> 分かったそういう言葉はえなさん好きですよね、はい、<ー>分かったやる」って,ってそれでリリーフやりだして革命を起こしましたよね、うん そうです。ねそれで、もう今じゃもうね、日本でも完璧に先発中継ぎリフ、フもう今日まさにレッドソックスではね、あれですよね。もう抑えに多々、多というやらやってますよね。もう一つこちらに五本がございますね。ええ、公文社、公文社新書より五本私の教え語ベストナインです。 えー、これは、えー、こちらはあのの、うん、監督時代に関わった選手たちの中から印象深いプレイヤーを選手編、うん、保守編、一塁周編とポジション別にピックアップしベスト9を決定すするという内容です、えー、帯に宮本さんの、ねえー、言葉が載ってます「うん、僕もノミネートされて光栄の極みです」って書いてありますが、うんえー、宮本さんは引退される時も。 確か監督のお名前を口にして、ね、<laughs> まあよくチーム作りはセンターラインピッチャー、キャッチャーセカンド、ショート、はい、センターというここを重要視してチームを作っていくというのは基本とされていましてねピッチャーは、まあまあ、当然ですけどもですからそこで、えー、スカウト連中の編成部にね、はい、いいキャッチャー、うん、いい人といないかっていう。 お願いしてたんですよそしたらまあドラフト前にねバッティングメース打ってくれるんなら守備だけならいますよと言それはまあいいじゃないかとキャッチャーもソートも守備は二の次だとバッティングは二の次だと守備がよければ十分だと。 いうことでそうじゃいますよって言って取ったのが宮本であり古田だったんですよ。それが2000本あんだそうなんですよでかバッティングなんていうのはある程度ね、はい、センスですから、はい、だからちょっとこう自分、うん、その打ち方の方法なんかを自分が身につけると、うんはい、なんとでもなるんですよ、まあ、バッティングっていうのは。えー、今日はちょっと日本シリ,シリーズ、うんうん、だよね。えー ああ日本シリーズ、田中彦マックね、はい、まあ彼ともいろいろ思い出がありますけど、ちょうど私が監督楽天の監督をやった時には、チーム創立2年目でね。はい まあ寄せ集めのチームで,であのその球団首になった連中の寄せ集めですよできたと一年目百敗しそうになりましたよねそうです三十二勝しかできたて97敗のチームすごいそこにマー君が入ってくるわけですねですからそこにまあ、うん、三木谷オーナーから監督の要請があった時にまず、はい、新規参入でね寄せ集めのチームで、はいはい ななんで田尾監督なんでだと、はい、経験も実績もない若い、はいはい、本人がかわいそうだと、はいはい、これからの人間なのに、ねはいはい、あんたたちが田尾の人生めちゃくちゃにしちゃったって言ってやっ,ったんですよ。はい、もん田尾はもうこれから監督の、はい、<laughs> 要請はないだろうってそんなことから話が始まったんですけど。はい 常識的にそんなチームはもうベテラン、実績のあるベテランの監督持ってくるのがそれは普通でしょうあそれは私らもむかつしたと言ってましたけど、うん、それで、ね、まあ、まあね、えー、監督が何年かで三か3年間ねえそれでまあマー君とはドラフトでうまく当たりまして、うんはい、いい球投げるんですよ、キャンプで。はい 大体今までのピッチャーはね、ええ、ストレートに惚れて、チャンスをつかむんですけど、うん、僕はスライダーの惚れたんですよお僕も本読んで分かりましたけども、たくさん曲がるからじゃないんですね、<laughs> ちょっと違う。客席から見てると、たくさん曲がるからいいと思ったら違うんですね、すちょっと曲がるから打てないんだ。へえ 監督が惚れたっていうとなんか重いですねすごくなんかいい感じがしますね本当はね本当なんだ今日やっぱり監督は球場にいるべきだと思うんですけどもいやいやこれから行くんですよ監督としていると思うんですよ思ってたんですけど野村さんの5本私の教え子ベスト9公文社新書ですそしてリーダー論覚悟を持って道を示せが大和書房から発売中です ええ、はい、時間いっぱいになってしまいました。いやー、しかし、もう本当にでも。うん、いつまでも、ね、うん、野球について。本当あ。あの、楽しくお話ししていただくの、これからも。サインどうもありがとうございました。うん、いやいや野球は楽しいです。<laughs> ありがとうございました。すべての道に通じます。大竹メインディッシュ、本日のゲストは野村克也さんでした。どうもありがとうございました。あり,ありがとうございました。